マプト国際空港はモザンビーク共和国の首都マプトにある国際空港ラムモザンビーク航空の本拠地である2010年11月15日に新しい国際ターミナルを開設した新ターミナルの収容人数は年間90万人で以前の収容人数であった6万人から大幅に拡大させた当初このプロジェクトは 南アフリカで開催された 2010FIFA ワールドカップの恩恵を受けることが見込まれていたが予定期間内に完成することはできなかった。2011年にマップトで開催されたアフリカ競技大会に向けての建設は整った。しかし深刻なコスト超過に見舞われ建設業者はプロジェクト完了のために4000から5000万ベイドルを追加に要求した。第二段階では 旧ターミナルがあった場所に新たに国内線ターミナルの建設を行った。これにより年間収容能力を45万人から90万人に倍増した。ターミナルには14のチェックインカウンター、フライトを表示する電子パネル、大統領 VIP、ラウンジ、エスカレーター、電気集中冷却システムも設置される。さらに、 1>, 1時間あたり400人の乗客を発着する予定である2019年11月現在、ありがとうございます。